上田さんは富山県出身、20歳の時にアニマックス主催アニソングランプリで約1万人の応募の中からファイナリスト3名に選出され、以後ライブやイベント、舞台などを精力的に、活躍中です。うわすげえ、はい、1万人から3名ですか。はい、そうなんですよ。3名ですか。はい、ね、じゃあちょっとインタビューしよう。じゃあ待て待て待て、今話しかけんといてください。まあ、登場ですって言うたらね、はい、現在はですね、富山県高岡市の観光大使、公式、コスプレイヤーアミタン娘のセシル役を務めていらっしゃいます。はい、今日はですね、先ほどもおっしゃってましたけども、皆さんが大好きな、ディズニーソングやアニメソングを歌ってくれます。楽しみですね。はい、ぜひね、お子さんも楽しんでください。ちびっ子のみんな前出ておいで。はい、ぜひ、ね、前出てきてね、楽しんでください、はい、皆さんの知ってる歌絶対出てきますんでね、聴いてください。はい、それではご紹介しましょう。シンガーの梶レミナさんです。どうぞ。拍手。窓もドアも開いてるなんて久しぶりだの、お皿もこんなにたくさん、閉ざされてた部屋もお祝いのためにきれいに飾られて、まるで違う場所で不思議な気持ち、この時を夢見てた。そう生まれて初めて音楽に乗り、生まれて初めて踊り明かすの。嬉しすぎて私舞い上がりそう、もう一人じゃないの、夢のよう。今日はいろんな人に会えるのね、運命の人にも会えるかも。今夜は美しいドレスでおしゃれして、誰よりも魅力的に、突然気がつくの、素敵な若者に恥ずかしいからチョコ食べちゃう。いろいろお話しして仲良くなるの、なんか変な気持ちで、生まれて初めて心が踊るの、生まれて初めて声をかけられたいの、ロマンスの訪れを密かに乗ろう、特別な誰かと出会えるように。一人でいたいのに誰にも会いたくない、もしもこの手で触れたら気づいてしまうわ。でも今日だけなら、今日だけでも夢を見たい、開くのだもう今。
このまま続きます。女雪メドレー、雪だるま作ろう。知ってる子一緒に歌ってください。雪だるま作ろう。ドアを開けて一緒に遊ぼう。どうして出てこないの。前は仲良くしてたのになぜ会えないの。雪だるま作ろう。大きな雪だるま。わかったよ。作ろう。自転車に乗ろう。ずっと一人でいると壁の絵とおしゃべりしちゃう。頑張れジョナ。寂しい部屋で柱時計見てたりするの。してるの。会いたいわ。そばにいれば支え合える二人で。私たちだけでこれからどうしていくの。ねえ、ドアを開けて。大きな声でこんにちは。あれ、恥ずかしがり屋さんがいっぱいいるぞ。ちっちゃい子たちの中には大きなお友達、こんにちは。ありがとうございます。富山県出身、そして今日は東京からやってまいりました、カジレミラです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ですね、私のことを少しだけお話しさせていただきますと、富山県南砺市出身で、先ほどご紹介いただきました、今富山県高岡市の観光大使なんかもさせていただきながら、東京の方でアーティスト活動や、舞台に出演したりとか、いろいろ振り付け師なんかのいろんなマルチなお仕事をさせていただいております。で、今日はですね、またテレビ金沢さんなどなどご縁がありまして、今日この場所でお歌を歌わさせていただくことになりました。ぜひ今日はカジレミナという名前をですね、覚えていただけたら嬉しいなと思います。後ほど YouTube だったり Twitter だったり Facebook だったり、いろいろチェックしてみてください。今日はですね、子供たちがたくさんいるイベントなのでと聞いたので、アナ雪メドレーを持ってきましたが、思ったより大きなお友達がたくさんで、はい、まあみんな知ってる曲なのでよかったかなと思います。ぜひ最後は皆さんおなじみの曲なので一緒に歌っていただけると嬉しいです。それでは早いですが、
最後の曲になりました。早いよねみんなみたいな聞いてください。 Let it go。雪は足跡を消して真っ白な世界に一人の私、風が心にささやくの、このままじゃダメなんだと戸惑い傷つ打ち明けずに悩んでた。それももうやめよう。ありのままの姿見せるのよ。ありのままの自分ください。今日は晴れてよかったですね。ぜひまたどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。田尻美奈でした。ありがとうございました。ありがとうございました。田尻美奈さんにもう一度大きな拍手お願いします。いやー、よかったですね。